さあやっていきましょう。今回は This is That is の文をやっていきます。さあ英語のね勉強がまだスタートしたばかりなんだけど、まあ前回ね言った通り、もうとにかくね舐めないと、こんな簡単じゃないかと、 This is That is めちゃめちゃ簡単じゃんと思わず一生懸命取り組んでください。 OK、 じゃあですね、この This is That is どんな風に使われていくのかっていうのを今回は見ていきます。さあまず一つ目の例文いきましょう。こちらはジョンです。はい、ここにいる人がジョンですよと、こちらがジョンさんですよっていう風に、まあ、紹介する時の言い方だよね。はい、ということでさあこれなんていう風に言えばいいか入れていきましょう。これがはい、 This is John、 これで OK です。 This is John、 これでこちらはジョンですっていう風な意味になります。でこの This っていうのがこちらはとか、あとはこれは、物を指す時はこれはっていう意味を持つ単語なんでね。はい、ということで This is John、 これでこちらはジョンですっていう風な意味になります。で今もちょっと言ったけど、人を紹介する時だけじゃなくてこんな感じで、はい、これは本ですみたいな感じで物をね指したりする時も言えます。はい、ということでさあこれなんて書けばいいか入れていきましょう。これは This is で最後に A book っていう風に A を入れてあげると、これははい、この A の意味なんていう意味だった？はい、これは一つとか一人とかね、一つだよっていう時に表す単語を持つ意味だったよね、単語だったよね。はい、ということで This is a book、 これでこれは本ですっていう風な意味になります。でこの This っていうのは、まあ、近いものを指す時の言い方、こちらはジョンですとか、これは本ですみたいな感じで、まあ指をこうパッと指す感じでね、近くのものをパッと指して、これ本ですよとか、まあこんな感じで、こちらはジョンですみたいな感じの時に、This is 何々っていうのを使ってあげるんだと。